京一郎さん、どうして約束を守ってくださらないんですか？今日、私をお仕事に同行させてくれるって約束したじゃないですか。あれかではありません。連絡がないから京一郎さんに何かあったんじゃないかって、thank you。
いえ、悪くはないです。
京一郎さん。ち、うるさいのが来たな。